レボドパ、またはエルドパは、動物、植物の体内で生成される、化学物質である。自然界で産生され、ある種の食物や、薬草、例えば、発症豆に含まれ、哺乳類では、純疾アミノ酸であるエルチロシンから、体内や脳内で合成される。チロシンは、チロシン水酸化酵素により、レボドパとなる。レボドパは、レボドパ脱炭酸酵素により、ドーパミンとなる。 すなわちレボドパは、総称的にカテコールアミンとして知られる神経伝達物質である、ドーパミン、ノルアドレナリン、アドレナリンの線具体である。その本来の生物学的に必須な役割以外に、レボドパは、血液のおかを通過できる性質を活用して、パーキンソン病とドパミン反応性デストニアの臨床療法に用いられる。医薬品としては、国際一般ウェイを用いて、 レボドパと呼ばれるのが普通である。これを含む商品名としては、シネメット、パーコーパン、アトメット、スタレボ、マドパー、プロローパ等がある。補助食品、または抗成新薬として用いられる。藤井義春、未利用植物の有効利用と調理科学への期待。日本調理科学開始ボリューム41ナン、no. バー 3P204 から 209. ありがとうございます。